はい、河合さん、セナが最初のアタックに向かいます。いよいよセナがピットアウトしていきます。ブラジルからイエローを基調といたしました浦島グリーンのこのホンダ純正ヘルメット、これを装着いたしましたアイルトンセナがいよいよ出ていきます。まあ、森脇さん、はい、まあ、4強と言われるですね、セナ、プロスト、ベルガー、マンセル、これは周囲の状況を見て出ていくだろうと、やはりですね、こう睨んで睨んで周囲を見て出ていく感じですね。そうですね。まあ、もう一つはですね、こういろんなことがあると思うんですけれども、はい、コースがオープンになって、はい、すぐの状態、どういうコース状況なのかがまずわからない、何秒ぐらいのコースそのものが綺麗なのか汚いのかもわからない、相手がある程度のタイムを出してからそれならば自分はこのタイムでいけそうだなと、はい、その辺を全部読むわけですね。そうですね。ですから、まあ、セッションがスタートしてから20分、はい、敵がの動きを全部読んでからですね、はい、自分が動く、うん、それからもう一つ考えられるのは、非常に高い状態で精神集中をしなきゃいけないですね。そうですね。ですからその精神集中を1時間保つのか、はい、それとも、2パートに分けてですね、はい、2回のタイヤのトライがありますから、最初集中して中リラックスをしてもう1回集中するのか、はい、それとも後半に溜めてですね、後半30分に決定的に集中するのか、それはもう個人のね、はい、自分の気分を高めていくやり方だと思うんですね。そうですね。でセナにしてもプロストにしても後半30分を非常に集中して戦いますね。どちらにいたしましても各ドライバーいろんな戦術があるわけであります。自分に合ったパターンでこの予選に臨んでいるわけでありますが、どちらにしても実力が拮抗しております。しのぎを削っております。それだけにそれぞれのそのライバルの動きを睨み合わせた形でこの戦列に出ていくという感じになるわけであります。アイルトンセナの勇姿がこの本コース上サーキット鈴鹿サーキットに見られているわけであります。セナのタイムアタックはどうでしょうか。まずは魔法の旧タイヤを温めて、いいコンディションにして、そしていよいよタイムアタックに出てくるわけであります。今これはスピアピンの出口ですね。デビット・ブラマム、はいはいはい、これは別に問題ないと思いますね。この位置ならば大丈夫ですね、はい、デビット・ブラマムが走っていきます。ピットに戻っていきます。ちょっとスピンアウトしてしまいました。デビット・ブラマムです。白とブルーのヘルメットが見えています。さあアイルトン・セナがいよいよタイムアタックに出ていかんとしています。夢の36秒台はあるのかどうか。アイルトン・セナポールポジション目指していきます。とにかくポールポジションを取ってプロストを振り切っていきたいアイルトン・セナが今コントロールラインを通過していきました。早くも300キロを超えています。早くも300キロを超えている。一瞬311というリアルタイム車速表示、これが掲示されました。さあ第1コーナーから第2コーナー、そして SD へ飛び込んでいきます。アイルトン・セナすっかりおなじみになりました黒のウィンドスクリーンであります。シリーズ後半から登場いたしましたこのウィンドスクリーン、その後ろにアイルトン・セナのイエローのヘルメットが見えているわけであります。マクラーレン・ホンダ、ホンダにとってはこの地元セナに何とかポールポジションを取らせたいところでありましょう。アイルトンセナがタイムアタック、まずは1回目出ていくわけであります。それぞれこのタイムアタックの戦術、これは全く先ほどの森脇さんの話のように各ドライバーによって違うわけでありますが、セナがまずプロストより先に出ていきました。それだけしのぎを削って相手の出方を見ているだけに逆転逆転がこのところよく見られるわけであります。予選の戦い、昨日の予選1日目でも逆転逆転がありました。セナが一瞬トップが、いやプロストが抜いていく、そしてベルガーが土壇場で抜くというギリギリの戦いがあったわけであります。たった1時間の戦いでありますが、もう秒刻みでこの駆け引きが続いていると言ってもいいでしょう。さあスプーンを立ち上がっていくアイルトンセナであります。心当たりで200キロ、さあ西ストレートを行きます。一旦下ってからそしてまた登っていくという西ストレート、このバックストレート距離にいたしまして 400m、 そしてあの最高速のコーナー 130R に突入いたしました。もう300キロ近いぞ。今宮さんどうですか。いや、早いですか。これは早い、西ストレートを出た通過タイムが今出てますが、ベルガーがファーストストレート、あこれは昨日の予選タイムですね。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか。37秒541、アイルトンセナ1回目から37秒541です。ついに38秒台の壁をまずはセナが破りました。37秒台をマークいたしました。さあどーっとどよめきがピットの中で起こっていることでありましょう。さあプロストの表情です。やはりプロストは今のセナの走りを見ていこうということで、ピットからじっとモニター見てたんですね。でしょうね。でプロストは今のコースコンディションというのは決して悪くないというのはよく分かってると思うんですね。そうですね、はい、セナの走りから掴んだと思いますね。ですからその昨日自分が走った状態、あるいは午前中走った状態、
はい、あのコーナーはこういうふうに攻められる、あっちはこうだっていうのを全部今彼はですね、頭の中にインプットしてると思うんですね。なるほど、はい、それは他のドライバーじゃ比較にならないわけですよね。セナぐらいの速さを持ったドライバーで自分と比較が初めてできるわけですから。その通りですね。ですから4強なんですよね。なるほど。まあ森脇さん、そうしますとプロストにとってセナは仮想自分ということになるわけですね。もちろんそうですね、はい、ですからもうあの全く裏返しのことも言えますから、お互い様なんですけどね。そういうことになりますね、はい、でこのタイムアタックをしている時をちょっとじっと見ていただきたいのはですね、はい、本当にこう素晴らしくですね、コース幅をいっぱい使ってるんですよ、綺麗に、これはねやはりどれだけ速い速度でコーナーを曲がるかっていうことのも本当の基本なんですけど、やろうと思ってなかなか簡単にできることじゃないわけですね。そうでしょうね。ですからそれをやはり画面上で綺麗に捉えてますから、はい、その見ていただくといいと思うんですけどね。まあ例えばスプーンなどもですね、はい、複合ではなくして一つのコーナーとしてですね、ぐるっと円を描くように回って外側に膨らんだ方がトラクションが効いてまっすぐ西ストレート行けるとか。その通りですね。ですからあのスプーンはスプーンの1コーナー、スプーンの2コーナーってありますから、はい、スプーンの1コーナーの時に車の向きがどん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 テールスライドして変わるようにして、スプーンの2コーナーになった時に全開に早めにできると、いかにその姿勢に持っていくかっていうのが大事になってくるんですね。なるほど、はい、今皆さん、はい、今ですね、アイルトンセナが37秒台を叩き出してピットロードを行きますが、いよいよですから今度はですねセナがピットに入ってですね、クロスの走りを見る番になるわけですね。そうですね。